こんばんは、ティンダーメントのケントです。ティンダーのオンエア日本、重大な発表がありますが、その前に、今日は日本海神田祭りと庄内酒祭り、同時開催いたしました。改めて振り返りラインナップ言いますね。はい。神田ブースはなんと今年で最多11個です。すごいですね。はい。岡崎やサスティナ、あと青年部や、あとはおなじみ、そして坂田調理師専門学校、新たに、カモンマーレまで来てくれたんです。お寿司も美味しいし、みゆき通りも、はい。焼き鳥加工やサバイも、はい、来てましたね。今年も新潟市物産展、能登半島地震起きてからでも、起きて発生直後からでも、新潟も来れますね。新潟も確かに液状化現象進んで、液状化現象あって、今も行方不明者がおりますね。はい。一日でも早い復興をお祈りします。ファミリーマートも初登場。毎度おなじみ、板川温泉、あゆけちゃんのあのスープは美味しかったね。千一コーヒー、てんてん、お菓子屋さん、オレンジドラゴン、セブンカラブイチ、原田カレー、その他、もろもろいっぱいありますね。カフェに。あと、のぞみ園とか。あとは、和洋ももちろん来てましたね。はい。3位、キッチンカー。今年はみゆき通りにあります。はい。日暮らし、おやつやゆう、ハワイ号。あとは、いただしちくさん。泉屋、桜屋、あんこ屋、初めて見ました。オリエントもありがとうございます。車屋本舗、ハロードウィン、ベーカーズ。あとは、モーズキッチン。資生堂のラーメンありましたね。はい。キッチンカーの、かぐら。ブーちゃん、焼き鳥キー、ヨーミー、チオロ、ベルポスト、ココイチ、その他ものものありますね。クラフトもありましたけども、言われなかったですね。はい。あとはいろんな展示店も満載です。ゲストにはなんと、まだいるんです。ハグロ大根ももちろん来てくれましたし、本当に感謝申し上げます。中村はしごさんも来てましたし、YouTuber、アフロリュウジさんもお会いしました。詳しくは、前の動画でご覧ください。はい。アフロリュウジさん、あと、ミス新潟も来てくれてありがとうございます。新潟観光大使の女性も可愛かったね。はい。あとはもう、中村はしごさんも、歌舞伎もすごかった。いやー、ボン、はい、他にも満載ですね、いろいろ。酒祭りもいろいろありましたね。いろんな種類のお酒も。私は運転車で酒は飲めませんね。ごめんなさいね、はい。そしてなんと、スペシャルゲスト、大の字が来ていただきました。お笑い芸人、人気です、大の字。第7世代とは言いません。50何歩ですからね、はい。芸歴30年は大したもんですよ。岡村隆史さんよりは下ですけどね。ナイティナインよりは下ですけど。いやー、でも大の字のネタも本当笑いました。大内さんのギターもすごかったです。エアギター、はい。受けました、はい。まあ、大の字さんとのツーショットはございませんが、まあ、本当にでも、嬉しいちゃんです。今年はもうパーフェクトと言っていいでしょう、はい。というわけで、改めて、重大な発表したいと思います。大事な話です。外国士国家試験、今年リベンジがかかっております。ファンの皆様、どうぞ応援お願いします。このため、私の公式チャンネル、明日から1週間、休養させていただきます。ファンの皆様、本当に申し訳ございません。ちなみに、チャンネル登録まだの方は、ぜひチャンネル登録、どうぞよろしくお願い申し上げます。引き続きチャンネル登録、過去の動画もご覧になりますので、どうぞお願いします。以上です。バイバイ。